6月のメンバーが発表されたけど、序列とかもろもろ気になるわ。だな。ってことで今回は6月メンバー発表で明らかになった五輪応援枠の難航と、最新序列までやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。では五輪応援枠の難航から行きましょうかね。U23 日本代表パリ五輪応援枠難航、冨安、板倉、町田、田中碧の招集を断念。ほぼ全滅だよな。難航は予想してたけど、厳しいわね。今夏のパリ五輪に出場する U23 日本代表のオーバーエイジ、OA、枠に関し、日本協会、JFA、が有力候補に挙げていたディフェンス冨安健洋、25アーセナル、板倉浩、27ボルシア MG、ディフェンス町田幸樹、26サンジロワーズ、ミッドフィルダー田中碧、25デュッセルドルフ、の招集を断念したことが25日までに明らかになった。関係者によれば、JFA が今月末までに国際サッカー連盟、FIFA、に提出する予備登録メンバー50人のリストから外れたという。五輪は開催時期が国際 A マッチウィーク外で、招集には各クラブとの交渉が必須。冨安に関しては長いシーズンの疲労蓄積が考慮され、他の3選手については今夏の移籍が有力視されているため、各所属クラブが派遣を拒否したという。どの選手もいれば頼もしいけど、冨安とかは常に怪我のリスクがあってオリンピック出場は危険だもんな。理由はいろいろあるけど、やっぱり一番はサッカー界にとってオリンピックというのがあまりにも微妙な存在なことよね。結局そこなんだよな。強制力もないし。一方で、同じく有力候補だったミッドフィルダー遠藤航、31リバプールがディフェンス谷口翔吾、32アルライアンらと共に大枠リスト入りした模様。関係者によれば、遠藤自身が出場に強い意欲を見せているようで、クラブとの交渉次第では世代で出場した16年リオ五輪、OA 枠で出場した21年東京五輪に続く日本史上初の3大会連続出場が実現する可能性がある。今後は6月の米国遠征後に各クラブと本格交渉に入る見通し。パリ五輪世代の久保や鈴木優衣もクラブの派遣拒否により招集を断念した中、JFA は目標のメダル獲得へ粘り強く交渉していく。谷口とか遠藤はリーダーシップもあるからいると頼もしいんだけど、遠藤はチーム状況的にどうなの？新監督で新しくなるとこでオリンピック。今新監督の話とともにネガティブな報道が増えてるし、遠藤にとって一番大事な時に離脱するのは新チームでかなり出遅れることになる可能性がある。最悪戦力外も、本人が強く希望しているからあまり言えないけど、ちょっと心配よね。一方で谷口はかなり適任だと個人的に思う。みんなの反応いこうか。日本もそろそろ地元開催以外の五輪サッカーの位置づけを考えてもいい頃なのかも。OA の選手が入らないと戦いにもならないというなら招集すべきだが少ない準備期間で中途半端な選手を呼ぶとチームとしてマイナスとなるケースもある。先頃引退した長谷部選手も語っていたが、これから日本サッカーが進歩するには選手はもちろんメディアやファンの成熟も必要になってくる。OA 枠の難しいところって、今回みたいな感じで基本的に望んだ招集はできない。だから妥協していくことになるんだけど、その結果この選手なら OA 枠いらなくね？ってなったりするのよね。そのラインが難しいよな。それにここまでやってきたチームにフィットするかどうかも。逆にこれでチームが崩れる可能性もあったりする。個人の能力だけじゃないのがサッカーの難しいところね。これは OA 枠の雲行きが怪しくなってきたね。一番補強したいセンターバックを、海外組が集められないと厳しいね。藤井か渡辺はどうなのだろうか。上田と庄司もリストに入っているが、それなら OA 使わなくても良い気がする。センターラインを強くするために遠藤が来てくれるなら嬉しいけど、ある程度ボランチは計算できるし、それなら自チームに専念してもらいたい。センターフォワードも補強したいよね。この世代のエースは細谷で行きたいのだろうけど、今コンディションそんなに良くないぞ。確かに私もフォワードは気になる。細谷は最後活躍したけど、それが本番も続くのか。アジアカップで優勝したから問題点があやふやになってるけど、課題が多かったわよね。無理する必要はないだろう。招集可能なメンバーでチーム構成を考えて、補強したいポジションで招集可能な OA 選手を加えればいい。選手自身の五輪への思いはあるだろうが、サッカーという競技における五輪の位置づけはそんなもんです。それが難しいから難航してるって話だと思うが、補強したいポジションで招集可能な OA 選手を加えればいい。これができないから困ってるのよね。妥協しすぎて OA の意味ない選手連れてきてもダメだし、悩ましいな。難しい交渉になるけど期限も迫ってるし注目ね。では話題を変えて今度はフル代表の最新序列について見ていこう。日本代表の最新序列、三笘&伊藤が不在でも2列目は充実。トップ下が陣在型で久保は右サイド起用か。6月の北中米ワールドカップアジア2次予選6月6日にアウェイでミャンマー、11日にホームでシリアと対戦に挑む日本代表のメンバー26人が5月24日に発表された。すでに最終予選進出を決めているため新戦力を試す場にする可能性もあった中、大幅な入れ替えはしなかった。その26人について現状の序列を整理した。消化試合みたいな形だからもっとメンバー変更するかと思ったけど、ガッチガチのメンバーだったわね。北朝鮮戦なくなったことで森保監督も消化不良みたいな感じだったし、それでかな？
それもあるだろうし、すぐに次の試合があるからな。システムは4231としたが、対戦相手を考えると、実際は4141の形で押し込む時間帯が多くなるだろう。GK は、アジアカップで選手誤審を務めた鈴木ザイオン、シントトロイデン、が、おそらくパリ五輪に向けて U23 代表に回るために戦外となった。先発候補は大迫圭介、サンフレッチェ広島、になるだろう。森安ジャパンに定着しつつある前川大也、ヴィッセル神戸。快進撃を続ける FC 町田ゼルビアで躍動する谷光成がどこまでその座を脅かせるか。キーパーはアジアカップでも問題になったけど、いい加減成 GK 決めないとね。しばらくは固定してほしいな。いじってる余裕は今ないだろ。おそらく大迫になると思うが。まあ、そもそもキーパーはそんないじるものじゃないけどね。アジア杯で評価を上げたマイク・マセイやセレッソ大阪が招集外となった右サイドバックは、アーゼットで好調だった菅原幸成が一番手。冬にプレミアリーグへ移籍した橋岡大樹、ルートン、は自信をつけており、持ち味の守備力でアピールしたい。センターバックは、ふくらはぎの問題で3月シリーズは参加できなかった富安武宏、アーセナル、と板倉孝、ボルシア MG、のコンビで固い。欧州でも評価を上げている町田浩樹、ユニオン、サンジロワーズ、と経験豊富な谷口翔吾、アル、ライアン、がバックアッパーと層も厚い。層は厚いけどアジアカップでは問題も見られたよな。町田とかはもっと積極的に起用してほしいな。森保監督の傾向として、追い詰められるとバックアップメンバーを起用しないのよね。アジアカップのイラン戦なんかはもう少し町田を信用していたらと思ったりしたわ。板倉が明らかにおかしかったからね。だからその時に信頼して任せられるように普段から積極的に起用する必要があると思う。特に今回はいろいろ試せるし。左サイドバックはシュツットガルトの大躍進に寄与した伊藤博樹が先発を担う。出番のなかった3月に続いて招集された37歳の長友佑都、FC 東京の起用法も注目だ。伊藤はクラブで大活躍してるけど、日本代表ではなかなか。というか左サイド問題も長いわね。いつまで長友に頼るんだか。一回外れたけど結局また。これでは根本的な解決にならない。何かの大会で精神的支柱みたいなものならわかるけど、左サイドバックに問題があるとわかってるのにその枠を使うのは正直疑問。ここは積極的に試していくポジションでは？ダブルボランチはキャプテンの遠藤航、リバプール、と森田秀正、スポルティング、が軸。ただ、得点力のある田中碧、デュッセルドルフ。シーズン終盤に怪我から復帰し、コンディションを上げてきた旗手レオ、セルティック、と選択肢は豊富で、組み合わせを変える可能性もある。継続して招集された河村拓夢、サンフレッチェ広島はどこまで食い込めるか。ボランチに入れる選手って意外といるんだよな。鎌田だってできるし、谷口に板倉も。ユーティリティプレイヤーめっちゃ多いわよね。腰の故障で長期離脱中の三笘薫、ブライトン、と週刊誌報道の影響で引き続き戦外となった伊東純也、スタッド、ブ、ランス、が不在の2列目は、それでも人材が豊富だ。まず、トップ下は序列では最上位の久保建英、である、ソシエダ。シーズン閉幕までキレが落ちなかった南野拓実、モナコ。イボール、ブドール監督の下で華麗な復活を遂げた鎌田大地、ラチオ。そして森保はじめ監督が、4231ならトップ下、と起用法を明かしたパリ五輪世代の鈴木優衣と、ブレンディー、とタレントは多く、渋滞気味だ。鈴木優衣とみたいな。そのため、久保は伊藤がいない右サイドでの起用か。便宜上、一番手としたが、むしろ最近の試合では同安率、フライブルク、の方が状態がいいため、どちらが先発してもおかしくない。三笘不在の左サイドは、直近2試合で先発している前田大然、セルティック、をスターターとしたが、決定力の高い中村敬斗、スタッド、ブ、ランス、との差はない。タイプが大きく違うため、状況に応じて使い分けるだろう。左右を担える相馬勇気、カーザ、ピア、は、常連組に割って入りたいところだ。こう言うとなんだけど、相馬がいると便利よね。左右できるってそれだけで大きい。大体スタメンは固まってる中でバックアップとしては最高だよな。オランダでプレイする二人が争うワントップは、上田綺世、フェイエノールト、が実績で上回る。ただ、指揮官の信頼が厚かった浅野拓磨、ボーフム、が外れたため、小川航基、NEC、の出場時間もおのずと増えるだろう。なんというか、中盤より上は楽しみなんだけど、アジアカップの不安もあるからディフェンスラインがちょっと心配なのよね。キーパーも含めて、個人的にはそこに一番注目してる。中盤より上はまあ問題ないだろう。けど、キーパーも含めたディフェンスラインというのはアジアカップでも問題が露呈したし、6月シリーズでここはいろいろ試してほしい。左サイドバックも冨安が入るパターンとかもできるようになるといいわね。そのためにもやっぱり町田の積極的な起用が必要になりそう。センターバックを板倉と町田でもいいし、谷口と町田でも。とにかくここは試していってほしいな。あと、伊藤と三笘の存在はやっぱりでかいわ。アジアカップでそれを思い知らされた。二人がいない時の戦い方というのも決めておかないと。今回の6月シリーズは注目ポイントが結構あるな。ぜひ有効活用してほしい。オリンピックとフル代表。両方注目で楽しみね。だな。さてみんなは今回の剣道を思っただろうか。
高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。